厳しい日差しの和らいだ夕暮れのカイロ競馬場、緊張感が最高潮に達します。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。先手を取ったのは6番ライブリーワン、それから4番ルーラーオンアイス、キャンディーデート、その後ろでやりましょうかベストパル、そして5番手に3番ベンズエクスクルーシブであります。2番パイロ、5番サンダーガルチ、それから12番フサイチペアサス、そしてその後ろからアフリートアレックス、1番人気のインバソール。さあ気合はどうなんだ。ちょっと離されまして7番モナーコス、そしてしんがりからオールブラッシュであります。人気どころは後ろにいますので、人気薄ばっかりが前であります。先頭行く4番ルーラーオンアイス、4分の1馬身リード、これと一緒にライブリーワン、それからキャンディーデート、そのうちベストパル、そしてその後ろから3番ベンズイクスクルーシブ。さあカイロ競馬場は大歓声であります。オールブラッシュ直線伸びてくるのかどうか。先頭ベアナとルーラーオンアイス、いい足で上がってきている。オールブラッシュライブリーワン一気に抜けた、外をついてオールブラッシュが来ている。これは阪神レースになりました。アフリートアレックスが2番手、オールブラッシュ先頭、アフリートアレックス、オールブラッシュ話題があったところがゴール板。